完全な調律をするための部品が足りなくて、一部調律できてないこともあるそうですけれども、例えば鍵盤が戻ってこないというようなこともあるらしいんですけれども、そこはピアニストの方に、よいしょと上げていただいて演奏していただいております。ご苦労様です。それでは次のナンバーに行ってください。